逃走中。まずは主人公の戸村颯也、いつも本気な少年の17歳です。なんだ、ちょっとディフォルメされると可愛らしさがあって、うん、確かにいいっすね。バンザイマニア元気もりもりもりちゃんです。バンマニ上陸りっくんです。まっすぐ前進まっすぐです。今日は絶賛放送中のテレビアニメ逃走中グレートミッションの世界観やキャラクター、さらには関連商品を紹介していきます。逃走中ってさ、実写版もあるよね。ありますね。それがアニメになるってなんかめっちゃワクワクしない？ワクワクしますよね。2人は何、そのテンションでずっとやっていくの？このサングラスをしてるからもうめちゃくちゃ俺びっくりしてて。逃走中といえばハンターですから。そうですよ。そうだよね、はい。いや確かに俺ね、まだそのアニメ実は見られてなくて、学ばせてもらいたいなと思ってまして、うん、もう2人とも見たっていうこと？1話2話放送されてますけど、リアルタイムで視聴しておりますから。さすがです。まっすーと、そして視聴者の皆さんに、うん、逃走中グレートミッションの魅力をたっぷりとお伝えできればと思います。ぜひとも。今日は私たちはもうハンターにね、ふんしてね、はい、あ、もうずっとこのまんま行くのね。そうです。あ、なるほど。分かった。私から逃げてください。逃げて、あなたは追いかける側でしょ。今追いかけてるから。追いかけてるから喋らないように。あ、なるほど。黙ってね、なるべく。ぜひね、最後まで動画をお楽しみください。それでは早速やっていこう。バンバニー、まずは逃走中グレートミッションの世界観についてお話ししていきます。時は人類が月へと住処を移した未来、月面コロニーではあるゲームが大流行していた。その名は逃走中。限られたエリアの中に解き放たれた逃走者たちが、制限時間のカウントがゼロになるまで追跡アンドロイドのハンターから逃げ切れば高額賞金が得られるというエンターテインメントサバイバルゲームだ。ある者は一攫千金を夢見て、またある者は自分の力を試すために逃走中に挑む、といった世界観になっております。すごい伝わりましたよ、こっちには。ただ人類がこう月に行ったんだよね、はい、でそこで逃走中っていうゲームというか、うん、そのミッションに挑むということですよね、うん、人類が月に行くとか、なんか未来感があるし、世界観が壮大だね、めちゃくちゃ、うんうん、しかもさ、実写版の逃走中も、うん、アニメ版の逃走中もなんかハンターから逃げるっていうのがさ、うん、あー、そうね、そう、同じ設定なのが、うん、めちゃめちゃなんか入り込みやすいっていうか。そうだね、うん、あの実写版見てた人からするとスッと入ってくる世界観になってくるかなと思います、うんうん。実写版の世界観に SF の要素を入れて面白くしたのがね、テレビアニメ版ということになってますよ。なるほど。楽しいんですよね、それがね。めちゃくちゃ楽しみになってきたぞ、はい。さらに世界観を深掘りしていきましょう、はい。舞台は先ほども言った未来の月面コロニーになります、うん、コロニーは美しい高層建築物が立ち並ぶホワイトエリアやブロック状に区画整理されたブルーエリア、そしてさらには上流階級の繁栄とは対照的にスラム化してしまったグレーエリアに分かれています。そしてそんな未来では各エリアからそれぞれ思いを抱いた人たちが逃走中というゲームに参加し、観客たちはそれを見て熱狂しているということになります。なるほど。だから3つのエリアがあるっていうことは、はい、まあ、つまりそう、様々な暮らしがあるっていうことだよね、うん、それだけの様々な暮らしがある中の人が代表として出てくると。その中の人たちっていうのはやっぱりいろんな人間ドラマを持ってるっていうことですよね。そうです、うん、エリアによってね、うん、生活環境も違うわけですから。そうだよね。それぞれ抱えてる思いも違うわけですよ。じゃあみんなそれぞれの信念を持ってこう逃走中に参加するっていうことだ。そうなんですよ。うわ、気になる、はい、参加する者もいるし、うん、観客としてこう見てる側の人間もいるというね、うん、そっかそっか、そう、ね、見てる側の人間も描かれるっていうのがまた面白いところなんじゃないですかね。確かに、うんうん、ではここからは逃走中グレートミッションに登場するキャラクターの紹介をしていきたいと思います。まずは主人公の戸村颯也、いつも本気な少年の17歳です。弟の春の病気を治すため抜群の身体能力を生かして運び屋をしています。一攫千金を夢見てエンターテインメントサバイバルゲーム逃走中に挑戦し、逃走成功を目指しています。続いて主人公戸村颯也の弟、戸村晴
春、肺を患っていて、ほとんどの時間をベッドの上で寝て過ごしています。パズルや謎解きが得意です。宗谷と一緒にいつか青い海を見に行くことを夢見ています。兄弟のさ、その願い、うん、叶えてほしいですね。そうですよね、うん、兄弟愛というかね、そういった部分もね見どころになってきますね。続いては西の党員ルナ、ラッキーを求めるお嬢様で、ソーヤと同じく17歳です。裕福な育ちで何不自由なく暮らしてきたことに退屈さを覚えて、自分の幸運を試すため逃走中への参加を決めます。活発な性格で新しいことに興味津々です。最後はモーリス・シューメーカー、逃走中の絶対王者で28歳と主人公たちよりも年上です。超人的な身体能力と的確な判断力で幾度となく逃走成功を達成している大スターになります。巨万の富を得ていて、ソーヤの憧れの存在となっています。はあ、なるほどね。そっかそっか、はい、もうそのベテランプレイヤーっていうのもやっぱりいるわけだ。はい、うん、そうなんです。クリアもしたことがあると。うん、兄弟愛も気になるけど、今までこうクリアした人がどうやってソーヤたちとこう関わっていくかっていうのがめちゃくちゃ気になる。ソーヤからしたら憧れの人でもありますから、うん、こう憧れの人に近づこうとね、もがいていく姿だったりとか、うん、目標がね明確にありますからね。ソーヤの成長物語みたいなのもね、うん、楽しみにしたいですよね。でそこにね、ルナがどういう風にねこう混ざってくるのかっていう、うん、お嬢様だもんね。はい、うん、もう自分の運を試すために参加してますから、そうやとそういった部分では全然ね挑戦する心持ちが違いますよね。確かに見どころ満載なんですよ。キャラクターも一人一人個性豊かですし、自分の推しのキャラクターとかを見つけて応援するのも楽しいかもしれないですね。バンマニ、ここからは逃走中グレートミッションの関連商品の紹介をしていきます。バイタルブレス B 逃走中スペシャルセット、カプセルラバーマスコットです。バイタルブレス B から逃走中グレートミッション仕様のものが登場いたしました。さらにカプセルラバーマスコットはガシャポンアイテムとなっておりまして、登場のキャラクターがリフォルメされた姿でキーホルダーになっております。では一つずつ見ていきましょう。まずはバイタルブレス B 逃走中スペシャルセットから見ていきます。今回の逃走中カラーのバイタルブレス B は、逃走中にエントリーする資格としてこちらが重要なアイテムとなっております。劇中に出てくるってことは、これで遊ぶことで自然と主人公たちになりきれるってことだよね。参加者たちになりきって遊ぶことができちゃいます。見た目を見ていくんですが、まずはね画面の上のこの印象的なマークがね特徴的ですよね。さらにさらにこのバンド部分ですよ。じゃーん、おお、綺麗だよね、うん、クリアのグリーンのバンドになっていて、爽やかな感じのバイタルブレス B になっております。このバイタルブレス B 本体をですね腕に巻いてトレーニングすることでキャラクターたちを育成することができるアイテムとなっております。そしてこちらには B メモリー逃走中01が付属するので、この B メモリを刺すことで主人公や敵ハンターたちなど全23体のキャラクターで遊ぶことができちゃいます。ぜひねこれをつけて実際に運動しながら逃走中グレートミッションの世界観を味わってみてください。バイタルブレス B 逃走中スペシャルセットは7月発売予定です。続いてはカプセルラバーマスコット、ラインナップはこちらです。主人公をはじめとした魅力的なキャラクターがリフォルメされております。これは集めたくなっちゃいますね。うん、いや中でもねちょっとハンターですよ。確かにハンターね、うん、ハンターちょっとリフォルメされると可愛らしさがあって、うん、確かにいいっすね。いっぱい欲しくなるよね、うん、なんか3体ぐらい並べたくなっちゃう。わかるわかる、ハンターを3体こう並べるので、ね、そうそうそう、あ確かに。カバンとかにさ、このファスナーとかに逃走者をこっちの片っぽにつけて、うん、ハンターをこっち側につけたらこう、うん、逃走者がこう逃げてる感じとかもなんかこう楽しめるから、うん、ラバーマスコットでこうね逃走中の世界観を遊べるっていうのがまた楽しそうだなと思った。まあでも私はですね、うん、やっぱりルナちゃんが好きなので、あ、はい、ルナちゃんの可愛いですね。ピンク色の髪の毛とかね、色鮮やかですね、うん、僕はですねハーベストですね。ちょっとクールな感じ惹かれます。謎が多い感じね、うん、いいですよね、うん、見どころありますね。はい、僕はやっぱ主人公のソーヤですね、うんうん、ザ主人公が好きなので、2人から説明も聞いてもうソーヤのことちょっとずつ分かってきたので、うん、絶対ゲットしたいです。はい、ソーヤをゲットしたらぜひ春もゲットしてください。あ、はい、そうね、うん、確かに一緒に並べたい。カプセルラバーマスコットはバンダイナムコアミューズメント限定で6月発売予定です。バンダイマニア、今日はテレビアニメ逃走中グレートミッションの紹介とさらに関連商品を紹介していきました。という
ということで初めてマッス逃走中グレートミッションに触れたと思うんですが、どうでしたか？いやもう見ての通りですよ。僕もしっかりつけさせていただきました。ハンターに変貌している。はい、はい、僕ももう早く逃走中見たくてしょうがない、そして関連グッズを早くゲットしたくてしょうがないという気持ちでいっぱいでございます。で今こんなちょっと声張ってますけど、もっとねちょっとハンターらしくとしていきたいなと思っているので、世界観とキャラクターをね2人から教えてもらって、もう早く見たいなっていう思いが強くなってきたので、見てね2人と感想をこうやって共有し合いたいなってめちゃくちゃ思ってます。ぜひ早く見て一緒に感想を言い合いましょう。そうする。そしてリクは1話2話を見て、いやもうどうですか？面白いし、バイタルブレスつけてちょっと実際のね参加者になりきって遊びたいなと思いましたね。ねえ、確かにアニメをなんかそのまま再現したみたいなデザインになってるから、クリアのグリーンの感じ、はい、これがいいんですよね。やっぱつけてねなりきりたくなっちゃいました。劇中でも出てるものってね実際に身につけられるって嬉しいもんね、そしてねまだ1話2話しか放送されてないのでまだ間に合うんですよ、はい、皆さん。あ、確かにね、はい、なのでまだ見てないよっていう方はですね、世界観を知って、もう今すぐ見たいって思ってくれたと思うので、1話2話見て3話に備えてね、一緒に逃走中グレートミッションを盛り上げていきましょう。テレビアニメ逃走中グレートミッションは現在放送中。このアイテムが気になったら概要欄をチェック、高評価とチャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後に逃走中グレートミッションの CM を見てお別れです。どうぞ。 Welcome、全く新しい逃走中へ。ハンター放出オペレーション発動。かつてないステージで繰り広げられる想像を超えたミッション、絶体絶命、極限状態の逃走劇を勝ち残れ。目指せ逃走成功、君は逃げ切れるか。逃走中グレートミッション。